経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。営業の現場では紹介営業という言葉が使われます。これは新規顧客を紹介してもらうことを指します。そこで今日は紹介営業4つのやり方について分かりやすく解説します。紹介営業にこれね、憧れる人ね。もう営業マンであれば数多くいると思います。紹介だけで新規見込み客を獲得できるのであれば、まあそのためにね、かかる費用、いわゆるコストっていうのはなんと0円ってことですよね。すごくでね、効率のいい新規見込み客獲得法であるっていうことなんです。まあ、ですが、そう簡単に新規見込み客を紹介してもらえるなら、誰もがね、こう苦労しないってことになってしまいます。まず、新規見込み客を紹介してもらうルートっていうか、まあ、チャンネルですよね。これについて考えていくと、これ無限にあるわけですね。まあ、その中でも一番有望なのが、御社の商品とかサービスを利用している既存顧客なんです。しかも、長年にわたり利用していただいているのであれば、御社の良いところもね、商品の強みとかね、そういったところも知ってるはずですよね。ですから、新規の見込み企画を紹介しやすいと思います。ただし、どんなに御社の熱狂的なファンだとはいえ、常日頃から新規見込み客を紹介しよう。まあ、そんなことはね、通常ね、お客様考えません。ですから、知り合いから、〇〇〇が得意な企業って知ってるとかね。まあ、そんなことを聞かれれば、パッと思いつけばね、紹介する程度なんですね。お客様っていうのはね。では間違っても、まあね、御社の営業マンのように一生懸命ね、紹介営業だって言って、見込み客を探してくれるわけではありません。さて、ではね、どうしたら新規見込み客の紹介を促すことができるのか。これね、意外と皆さん知ってるようで知らないんですね。それで面倒なことを考えてしまうんですよ。で、一番簡単なのは、こういった聞き方です。これあくまでも既存顧客に向けてね、〇〇様と同じようなお悩みをお持ちの知り合いがいらっしゃいましたら、ぜひご紹介してください。まあストレートですよね。こうやってお願いするのが一番効果的です。まあ先ほど見ましたけど、まあ、複雑なね、なんか紹介キャンペーンみたいなのあるじゃないですか。まあ紹介してたくれた人に何パーセントかね、で紹介された人に何パーセントバックしますみたいな。まあそういうのも確かにいいかもしれないんですけども、もうストレートにこう言った方がいいですよね。あとね、もう一個、まあ我々日本人だとね、気になることがあるんですね。この紹介キャンペーンで紹介すると、例えば1万円もらえるとか5千円もらえるとか商品券がもらえるとかってよくあるパターンなんですけども、なんかね、そういうのがもう最初にあると、お金で友達を紹介しているっていうね、なんとなくね、こう罪悪感、それを感じる人もいるので、なかなかね、この紹介キャンペーンっていうのはいいような悪いような結構難しいとこなんですね。はい。はい。で、まず1個目っていうのは、この既存顧客にね、紹介依頼するっていうのはまず1つの方法。そして2つ目。これ取引先ですね。取引先になると、例えば仕入れ先ですよね。あとは、経営に関わる、例えば社労士さんとか税理士さん、会計士。そして我々のようなコンサルタントとかね。あとはね、どこの会社の名刺とか印刷物があると思うんで、お付き合いのある印刷会社。社用車があるんであれば、その車を販売してくれた自動車販売会社とかディーラーさんがあるわけですね。まあ、こんな感じで取引先っていうのは非常に多いわけですね。まあ、これも効果的なルートと言えます。基本は御社がお金を支払ってる企業なわけですよね。なので、新規見込み客の紹介をしてほしいと依頼すれば、話はね、聞いてくれるはずです。まあ実際にね、紹介するしないっていうのは次の段階になりますけど、話をして絶対に損はありません。さて、三つ目の方法ですけども、これは金融機関ですね。最近ね、金融機関は取引のある企業同士をね、こうビジネスマッチングするっていうね、まあこれ積極的に行っている金融機関がほとんどです。ですから、金融機関の担当者に、これこれこういう企業を紹介してくれないかって依頼すれば、まあ積極的にね、企業を紹介するケースも多々あります。はい。
また、高額商品を販売する企業であれば、まあ、金融機関はね、融資案件というのを発生する可能性あるわけですよね。どうしましょう。例えば、製造業であれば、設備機械ですよね。工作機械とかね。まあ、そういったものを、買ってくれそうなところを紹介してくれって言った場合に、当然、こう、紹介してもね、それキャッシュで買うっていう方もあるかもしれないですけども、まあ、融資でね、資金調達をして買うっていう方もあるんで、まあ、金融機関にとってもね、高額な商品っていうのは悪い話ではないんですね。なので、お互いメリットがあるっていうこと、まあ、これも結構いいと思います。そして、四つ目、最後は、社員の家族、友達、親戚など、まあ、これも新規見込み客を紹介してくれる有望なチャンネルになるわけです。特に、B2C であれば、これ効果的ですね。はい。百貨店はこんな感じで、社員向けのキャンペーンというのを定期的に実施しています。で、私ね、会社員時代に勤めてた量販店は、ほぼ毎月ですね、社員向けのキャンペーンがあったわけですよね。で、まあ、貴金属であるとか、スーツ、下着、布団、で当然、お歳暮、クリスマスケーキ、あとはお茶とかね、靴下、ストッキング。まあ、いろんなものをね、こう販売するわけですね。誰に販売するかって言ったら、まあ、自分の家族だったり、友達だったりね、ちょっとお付き合いのある人にこういったものを販売するっていうことなんですね。まあ、これも一種ね、紹介であります。このように新規顧客の紹介を依頼するチャンネルとかルートも多種多様にあります。ですから、一度、企業のネットワーク、要は人脈のね、整理、で、個人の人脈の整理することを私はお勧めします。はい。まあ、人脈の整理はね、どういう感じになってるかわかるんでね。そして、どのような企業や人とお付き合いがあるのかを見える化しておくってことなんですね。そして、新規見込み客の紹介の依頼をする。まあ、当然ね、営業先のリストとしてもこれは使えます。まあ、人間の記憶には限界がありますから、営業先を探すと言っても、どうしてもこれ漏れが発生するので、きっちりと明文化してデータとして残しておくってことですね。はい。まあ、効果的に、まあ、効率的にか、新規見込み客を探すことが可能だと思います。紹介営業をシステム的に行っている会社ってのはね、意外とね、ないんですよね。ですが、全社的にこれができるようであれば、営業活動のね、大きな大きな戦力になる。ことは確かです。最後にね、当社クライアントの事例をちょっと紹介しますけども、あるこう自動車販売会社があります。まあそこのね、まあ40歳ぐらいの営業マンの方なんですね、男性の方で。で、彼はね、非常にこう紹介をこう引き出すのがうまいんですね。で、まあ、月大体7台から8台の販売目標があるわけですけども、ちょっと今月厳しいなっていうことになってくるとですね、途端に既存顧客ですね、自分のお客さんに電話をかけ出すわけなんですね。まあ、その中で、まあ、お知り合いで車を購入するような人がいたら、もうぜひご紹介してほしいっていうようなことをね、こう、ストレートにこう、頼んでいくわけなんですね。そうするとね、まあ、最高でね、月3件ぐらいの紹介が出た。月もありました。まあ、そのぐらいね、やっぱり既存顧客っていうのは、皆さん方の味方になってくれる人なんですね。なので、この紹介営業、この4つのチャンネルを使ってですね、ぜひですね、行動してみてください。何かしら結果が出ると思います。今日の話が役に立ったという方は、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、下のですね、概要欄に、メルマガ社長の大学の登録の URL を記載しております。メルマガ社長の大学もぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。